こんにちは。カナダ在住の山田です。コロナ対策で囚人解放、警察削減民主党議員2人強盗被害ということで話をしていきたいと思います。はい。えー、昨年3月にコロナ緊急対策として成立したケアーズアクトですね。220兆円規模の予算だっていうことでね、結構話題になったんですけれども、 日本ではその政府からの給付金約1200ドル、12万円ぐらいが出されるとか、失業保険が上乗せされる、ビジネス支援がかなり手厚いぞとかね、いわゆるお金に関するところがよく注目を浴びてたんじゃないかなっていうふうに思うんですが、実はそれ以外にも注目に値するところがあったっていう、それが今回の話なんですね。ケアザクトの中には、司法省の囚人に関する権限拡大も盛り込まれていました。 司法省が管轄しているところに、連邦刑務所局っていう、その連邦政府が管轄している刑務所を、ね、取り扱っているところがあるんですが、そこに囚人を釈放する、そして自宅で刑期を過ごさせる、いわゆる自宅監禁っていうものを判断する権限を付与する、というかまあ拡大するっていうようなものが盛り込まれていたということなんですね。 まあ、簡単に想像できると思いますが、これは民主党議員が入れたかったもので、実際盛り込まれたものになるんですが、理由としては刑務所内でのクラスター対策が必要だと。 習慣されている囚人の数を減らす必要性があるから、まあ、できる限り自宅で過ごさせるようにしましょうみたいな、そういう話だったんですね。ただこれ単なる建前だろうっていうふうに言われています。真の目的はじゃあ何かって言われたら、左翼勢力が常々言っている刑務所を廃止したいっていうものにつながってくると。まあ、要は刑務所がなくても、ほら対応可能だったじゃんっていう、そういう実績を作るために入れられたんじゃないかっていうふうに言われているわけなんですね。 で、えー、まあ、どちらにせよ、これはもう、あの、成立した法律として、えー、効果を発揮したわけなんですけれども、えー、当時、バー司法長官が、えー、司法省を管轄していました、えー。彼が自宅監禁の対象者を設定したんですね。えー、ルールは2つ。まず1つ目は、前科がないこと。2つ目が、刑務所内で問題を起こしていないこと。いわゆる、模範集であること。 この二つを満たしている人が初めてえ自宅監禁の対象者の中に選ばれて、で、その後もうちょっと審査してみたいな感じになったっていうことなんですね。えー、この法律ができた2020年3月から今年12月までで、延べ3万6000人以上が自宅監禁措置をしましたよということだそうなんですね。 で、えー、じゃあ今現在はって言ったら7,700人ぐらいまで減ったっていうことなんですね。で、これちょっとあの、実数が出てきてないのでよくわからないんですが、えー、約2万8000人、単純に計算するとね、だいたい2万8000人ぐらいは自宅で景気満了を迎えたか、または再犯、ルール違反により再週間されたか。まあこのどちらかになるわけなんですが、えー、具体的な数はよくわかんないです。 はい。まあおそらくこの後その左翼勢力があの刑務所をなくす話でこれ絶対使ってくると思うのでその時に時数がわかるかなというふうに思います。で、えー、昨年、ごめんなさい、えっと昨年にこの法律できたんですが今年1月トランプ政権終わるギリギリのところで司法省の顧問弁護士オフィスが声明を出しました。緊急事態が終,わ終了したら囚人を再収監しますよっていうふうに声明出したんですが、まあ至って当たり前の話なんですよね。 だって本来だったら、えー、刑務所に収監されるっていうそういう判決が出て、ただ今緊急事態だから特例措置として自宅に戻れているだけであって、えー、それが終わったらまあ戻るのが普通なわけなんですよね。でもこれに対して怒り狂ってたのが、えー、ACLU を筆頭にする極左組織ですね、えー。常々刑務所を廃止することを呼びかけている団体がふざけんなーっていうふうに怒っているわけなんですね。 彼らはホワイトハウスに司法省の最終官声明の撤回を求めてロビー活動をずっと続けていたわけなんですがえ、今週ですね、12月21日、司法省はトランプ政権下の声明の撤回を発表しました。でガーランド司法長官は理由としては、もう囚人たちは家族と再会を果たすことができていると。で就職もしていると。 ま、要は生活の基盤がもう一回、あの、構築されていて、で、さらに彼らはルールに従って生活を送ってる。だから、もう一回戻すような理由ないだろう、みたいなことを言ってるわけなんですね。あの、なんか一生わからんでもないけど、なんか、なんか何それっていうふうに思っちゃうところがあるんですよね。で、あとは、あの、FAMM って言ってですね、これも ACLU 並みに、あの、左に偏ってる団体なんですけれども、そこの代表が、バイデン政権が間違いを修正したことに感謝するというふうに声明を出してるんですね。 まあ、要はもう一回囚人を、えー、刑務所に戻すっていうのは、それは間違いだっていうふうに言っているわけなんですけれども、まあ、これに関しては多分意,意見は一生合わないのかなっていうふうに思うところはあるんですよね。多分お互いが、あの、何を言ってもお互いが全く、あの、なんだろう。 理解できない感じで、まあ、ずっと溝は広がるばかりだと思うので、まあ、どちらかが納得しないままで政治判断をしなければならない案件なのかなっていうふうに思うんですが、えー、とりあえず一つ僕が思うのは被害者の気持ちはどうなるのかなっていうところはまずあるんですよね。何かの犯罪で、えー、捕まってで刑務所に送られてるっていうことはおそらく被害者がいるわけなんですよね。もちろんいないものもあるかもしれませんが、えー、基本被害者がいる犯罪ばっかりだと思うので、そうなった時にその人たちの気持ちはどうなるのかっていう話なんですよね。 であとは法治国家としてそもそもどうなのかこれなんか変な感じしないかなって僕は思ってしまうんですけれどもまあこの辺はね人によって価値観全然違いますからね。 ま、緊急事態終わっても、まあ、まず、その出口が全く見えない状態なんですけれども、えー、とりあえずそれが終わってもこれを続けるということを発表したっていうことなんですね。なんで、もしかしたらこれから、え、恒久的に、え、こういうふうに、ある程度の模範集だったら即釈放みたいなことをするかもしれないっていうところが、えー、そういう道筋がね、できてしまったっていうところに関しては、ちょっと怖いなっていうふうに思うところがありますね。はい。 ということで、まず一つ目の話題でした。で、もう一つが、王天罰でも下ってんじゃねえかみたいな話が今出てきていまして、えー、昨年から警察予算削減っていうものが、まあ、かなりしきりに世界中で騒がれていたわけなんですよね。 で、この前ブログでも書きましたが、あの、僕の住んでる今、このカナダ、バンクーバー、ここも、実はこの削減のですね、余波が来ていまして、えー、現場が困ってるというようなことがあります。はい。まあ、一回それは横に置いといて、とりあえずですね、この警察予算削減を騒いでいた人、基本的に民主党議員だったわけなんですけれども、えー、昨日、一昨日24時間以内に2人の民主党議員がカージャック被害に遭うっていう、もう、 天罰としか言いようがないようなものが起きてたんですね。はい。まず一件目が12月21日夜なんですけど、夜なんですけれども、ライトフォードっていうイリノイ州の上院議会のリーダーを務めている、要は民主党のトップを務めている人が、え車に乗ってる最中に、おい、降りろって言われて降ろされて、で、旦那さんが運転してたようなんですが、旦那さんも降ろされて、で、車盗まれてったと。で、旦那さん銃持ってたっていうことなんですけれども、まあ、打ち合いになったのかよくわからないんですが、15発ぐらいの銃声もその時響いてたらしいんですね。 で、えー、まあ、あの、この人は、その、あの、膝男事件の一件以来ですね、えー、まあ、あの、警察を罵倒し続けて、で、えー、も、まあ、今、保釈金制度廃止っていうものもイリノイ州は決まったっていう、イリノイ州なのかなうん、決まったっていうことなんですが、えー、2023年からもう亡くなるっていうことだそうなんですね。まあ、そういうことを、えー、引っ張っていった人物が今回こういう被害にあったっていうことで、うん。 うんって感じですね。はい。で、これが起きた、まだ24時間経たないうち、翌日のお昼過ぎにですね、えー、次はスキャンロンっていう連邦会員議員、ペンシルベニア州選出の民主党議員がですね、車に乗ろうとしたところ、車のキーを、をよこせと言われて、 えー、なんか銃突きつけられたらしいですね。で、渡して、そのままののあの乗り逃げされてったっていうことだそうです。はい。で、場所はフィラデルフィアだということで、まあ、ペンシルベニア州のフィラデルフィアですね。えー、そこがま,あまさに本人が選出されている地区なんですけれども、そこで工業被害に遭ったということなんですね。で、えー、昨年あの膝男事件の一件以来ですね、彼女はその、 警察にですねなんか命を奪ってるとんでもないギャングとは言いませんけれどもなんかとんでもない組織だみたいな感じで、まあ、この人も警察を罵倒してたっていう過去があります。はい、まあ 結局、自分たちが警察のお世話になるっていうことになったわけなんですが、えー、事件の後ですね、警察に感謝をする声明を発表していますので、まあ、あの、いろいろ学べば、とりあえずね、最低限いいかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、結局、こういうこと起こるんですね。はい、因果応報っていう、これもね、おものなのかなっていうふうに思うんですけれども、えっ、ー、と、各地で警察予算削減の撤回も今相次いでいる中でこういうことが起きましたので、まあ、これから彼らに必要なのは、自分たちがこういうふうなことを受けて、で、 いよいよようやく現実的な数値見ることできると思うんですよね。あの多分他の動画か、あとニュースか何かで見たことある人いるかもしれませんが、あのちょっと信じられないぐらい犯罪件数上がってる地域ってたくさんあるんですよね。 で、えー、そういうところで今続々と警察予算削減の撤回、まあ元に戻すみたいな話がどんどん出てきているわけなんですが、サンフランシスコもね、つい最近出ましたけれども、まあそういうふうに、まあ一回犯した過ちっていうところから学んで元に戻そうとするっていうのが人間一番大事だと思うので、まあ彼らもその辺をね、なんとかしていってもらえるといいかなっていうふうに、一応、あのあ、なんか甘い言葉かもしれませんが、えー、思っておきたいと思います。はい、えー。っていうような、あの、これぞ因果応報みたいな話もあったので、皆さんにご紹介させていただきました。はい。 はい。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。えー、最後は、ま、なんかあの、なんだろう、中庭スペースのところにですね、鳥がいっぱい来てまして、えー、それを観察しているデブちゃんとタヌキでお別れをしたいんですが、えー、まずはこれが横からですね。えー、で、次、斜めから。もうめちゃくちゃ横顔かわいくないですか匹、ね、ともね。で、最後、えー、後ろ、お尻でということでお別れをしたいと思います。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。